美智子さん、はい、ご機嫌麗しゅう。ご機嫌麗しゅう。ご機嫌よう。今日は何やってるの？今日はこれはネクタリンに袋をかけてるところ。袋をかけてちょっと、あのアングルから、あ、下から煽って撮るタイプのやつね。こういう絵面ないよ。これなんで袋をかけるの？まあこれは、まあリンゴもそうなんだけどね、袋をかけるとこう肌が結構綺麗、美肌効果ってこと？美肌効果、そうそう、パックみたいな人で言うね。 あ、そういうことなの？あ、まあまあ保湿とかそういうことではないけど、でも、そのなんだろう、さらされた状態よりは、あの肌が綺麗な状態で。へー、美智子のようなってことですか？いや、それより上だな。それより上か。状態は。ははははは。じゃあ袋をかけるとその肌ツヤのいいものができる。あ、そうだね。見た目は。ああ。見た目は。そういうこと。味には関係ある。味はこれは今さ、本当は、あのかける人って光を通さないあの袋をかける人もいるんだけど。うちはとりあえずやっぱり太陽浴びた方が何でも美味しいからね。そうだよね。太陽の力をね。そうそう。太陽が一番。光を通さない人のはどういうことなの？は赤い色をつけたい。赤い色をつけたい。そうそう、リンゴも、なんだろう、日焼け効果っていうの。こう暗い袋をかけると、取った時に、そのなんだろう、ちょっとギャップで、一気に赤く色づくっていう。あるけど、そういうことなの？うちは、別に赤い色をつけたいわけじゃなくて、その結局今ほらなんか病気になったりするときに薬で予防するけど、その薬も結局さ、この袋の、袋があったらかからないじゃん、身には。そうだね。なんかそれもいいなって思って。そういうことなんだ。美智子、そういえばさ、なんか美智子っていい匂いするね。え？あれじゃないの、美智子。何？フェルモン？あの、フェロモン？ドルチェ&ガッパーナーつけてんじゃないの？違う。フェロモンだよ。フェロモンなの？いや、俺昨日あの、なんだっけ、動画であの香水っていうのを聞いたから。ああ、乗っかった流行りに。そう、流行りに乗っかって。流行りに乗っかったの？そう。ところでさ、いつまでいんの？え、いつまでいんの？いや、美智子さんのほら香りがいいからいっちゃって。あ、いや、ちょっとフェロモン効果もあるけど、ちょっと忙しいんだよ、ね、どうしたんですか今日は。あのさ、さっき思い出したんだけど、さっき思い出したんだけど午後からさ、参観日あんだよね。あら、コロナのおかげで、あのほら、なんか修学旅行とかもどうなるかっていう話し合いがさ、結構意外と重要な話し合いあるからさ。あ、そうなのね。もうさっさとやりたいわけ、これをね。ちょっと、そろそろいいかな。あ、わかりました。もう取ったら、取りました。じゃあ頑張ってね。じゃあね。じゃあ、手は止めない。美智子思い出すときはドルチェ&ガッバーナを、あの匂い嗅いだらすぐ思い出すから。あ、美智子って。あ、美智子。美智子はドルチェ&ガッバーナだ。そうそう、袋かけてたなみたいな。あの歌はさ、もしかして美智子のことを歌ったのかな。いや、そうかもしれないよね。イメージとかね。イメージ。出会ったことないけど、あの人に。あの人には一回もお会いしたことない、ね、お会いしたことはないけども、イメージが伝わったのかもしれないね。で、ドルチェ&ガッパーナの香水っつったら、まあ埋めない道子みたいな。どんだけなんですか、あなたは。